はい、父ちゃん天然パーマをご覧の皆様こんにちは、ヒッケさんです。妻です。妻です。3月の30日に、湯沢の2拠点生活が終わって、うん、千葉に帰ってきまして、はい、こっちでの生活が始まりました。あれからもう2週間ね、早いね、2週間3週間弱経っちゃってね、うん、早いような長いような、こんなね事態になっておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。元気にしてますか。ちょっとね遅くなったんだけど、うん、僕らのねこの湯沢の2拠点生活、3ヶ月間のね2拠点生活の振り返りをね今日は撮ろうと思いますので、実際2拠点生活ってどうだったかなっていうところを皆さんにねお伝えしようかと思いますので、ね、はいはいはい、早速行ってみたいと思います、うん。まあね、いろいろあったというか、うん、一筋縄ではいかなかった3ヶ月間だったよね。まずね、1月は記録的断頭小説から始まった湯沢生活、うんうんうん、俺たち豪雪地帯で、暮らすっていうことをテーマに湯沢町っていうね、うん、ところを選んだのに雪がなかった正月からねスタートするっていうことで、うん、まあもうそこからねいきなり波乱万丈ではあったんだけども、うんうんうん、まずこの雪のない湯沢で始まったリゾートマンション生活、うんうんうん、妻は率直な感想どうだった？まずね、うん、1月本当に雪がなくって、うん、今シーズンどうなっちゃうんだろうって結構ね心配してたんだけど、すごい不安だったよね。そうそうそう、うん、まあでも、うん、逆に湯沢に住んでいたからこそ、うん、ちゃんと天気予報を見て明日雪降るなっていう時に、うん、もう明日は午前中仕事はやんなくていいやって、うん、もう割り切って滑りに行けたし、うん、で子供たちも学校帰ってきてからナイターとか連れて行けたから、うん、それはやっぱりこっちに住んでたらね、週末しか行けないし、うん、その降る時期を狙っていくっていうのも難しいから、うん、本当に湯沢に住んでて逆に良かったなっていう。そうなんだよね、断頭だからこそ、こういう断頭小説になっちゃったからこそ、うんうん、雪山の麓に住んでるっていうのがものすごいメリットになったっていうかね、そうそうそう、うん、雪が降ってる様子が手に取るように分かるから、うん、あ、これ明日行けんじゃないみたいな、ね、うんうんうん、とにかくピンポイントで狙っていけたっていうのはやっぱ、うんうん、麓に住めた、雪山の麓に住めたメリットだったね。そうそう、あとまあリゾマン生活に関してはどうだった、うん、リゾートマンションってやっぱりバブル用に建てられた建物だから、うん、キッチンの設備がそんなによろしくないんだよね。よろしくない、やっぱ毎日住んで家族4人分のご飯を作るだけのことって全然考えられてなくて、うんうん、その中でもうちらが住んでるマンションは一応ねガスの火使えたし、うんうん、ガスレンジだったしね、2口のそう恵まれてたんだけど、うん、でもなんかねいまいち火力が弱かったりとか、うんうん、あとはその冷蔵庫を置くスペースがないから一人暮らし用の冷蔵庫を置いたりとか、ちっちゃいのしかね、ちょっとその辺はね料理はしづらかったというか、まあ慣れれば平気なんだけど、うん、最初はちょっと大変だったかな、戸惑うね、うん、いわゆるさ今の僕たちの自宅のシステムキッチンでずっと、うん、そうそうそう、そういう環境で調理をしてた人からすると、うん、ものすごい制限のあるキッチンだったからね。まあ俺たち3ヶ月って割り切ってたから、うん、そこら辺も割り切って使えたけども、やっぱ長期的に住むってなると一つ家族で住むにはキッチンって課題になるかもしれないね、うんうん、結構ねキッチンのその要は選び方は、うん、意外と大事かも、うん、とすごくアイデアを巡らさないといけないよね、うん、少ない手間でこう料理を作るっていうね、うん、そうそうそう、あともう1日2日分ぐらいの食料しかストックできないから、うんうん、冷蔵庫小さいゆえにそう、お昼までどうやって作ろうかなとか結構考えたかもしれない。なるほどね、うん、まあ、そういうちょっと課題というかね、うん、あったね、見えたところも、うん、俺としてはやっぱね朝雪かきしないでいいっていうのはすごくメリットがあって、うん、なんでかっていうとさ、うん、そのつまり降った日にさ、うん、朝よし行くぞって決めた時に、うんうん、まあ、車はがっつり積もるから車をの雪はね、雪はねはしなくちゃいけないんだけども、もう駐車場とかさ、うん、全部管理人さんが朝一からブワーって雪はねしてくれたりとか、うん、あと小雪だよね、小雪パイプ出てるから、そうそうそう、水ね流してね、まあ、我々、うん、都心に暮らしてるものが急に豪雪地帯に入った時に、うん、そこの
動力がなくて住むっていうのは、これ絶対的にリゾートマンションは魅力の一つだなっていうふうにね、俺は思ったな。スノーシーズンに限った話かもしれないけどね、うんうん、あとねフロントかなやっぱ。あそうだね、うん、何せさあの宅配の受け取りというか、うん、部屋まで運んでくれるっていう、そうそうそう、あれ全部のリゾマンがそれをやってるとは思えないんだよね。たまたま僕たちが住んでいたマンションがそうだったっていう話かもしれないんだけど、やっぱり ね宅配を部屋まで管理人さんがちゃんと同行してくれて、うん、合鍵で開けて、そう、あれがあったのはすごく助かった。あれはね住んでみて、うん、あここまでやってくれるんだっての初めて知ったし、うん、あとそのほら不在届が入ってってことが一度もなかった、うんうんうん、で結構やっぱ湯沢に住んでるとなかなか買い物行けないから、うん、なんかネットでねアマゾンで頼んだりとかって機会が多かったけど、うん、もう毎回毎回全部それがちゃんと玄関に届いてるっていうのはすごい助かったよね。そうだね、うんうん、それとアマゾンが、うん、都心と変わらずほぼ翌日に来る、うん、プライム。新潟だったら本当、うん、タイムラグはないよね。ない、うん、あのヨドバシも翌日来る。そう来てた、びっくりした、うん、そこら辺が、うん、結構ほら田舎に住んでいたけども、うん、そのサービスのスピード感っていうのは変わらず受けられたっていうのはすごく助かったね、うん、特に通販にね結構依存するんですよ。雪国だしさあんま外出たくないし、うんうんうん、でね、ちょいちょい必要なものが出てくるからね、足りないものがあってね、その時に翌日に届くっていうのはすごく良かったね、うん、あとはこっちに帰ってきてから一番最初に俺の中で欲したもの、うん、うんと雪がなくなったとかじゃなかったんだよ、うん、やっぱね大浴場に入れないっていうのが実は俺の中ですごいフラストレーションだったの最初の1週間、うん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 、なぜなら3ヶ月間一度も部屋 の, あのユニットバス入ってないね、使わないし足さえ踏み入れてない足さえ踏み入れてないよね。踏み入れてない、ほんとね、それぐらい大浴場っていうのがあると、うん、もう大浴場しか使わなくなったんだね。言ってもね、エレベーターに乗ってそこそこの距離を歩いて風呂まで行かなきゃいけないんだけど、うんうんうん、毎日それが苦じゃなかったんだよね、うんうんうん、それででも入りたいってなったぐらい、うん、すごく大浴場っていうのが、うん、やっぱ一番俺たちのリゾマン生活の中の一番良かったところだよね、うんうん、あとやっぱりメリットとしてはお風呂掃除しなくていいし、うんうんうん、あと水道代ガス代が大幅にねカットされた。そう、実はね明細見て分かったんだけど、うんうん、あとはやっぱりお風呂があることによって、うん、家族みんなでお風呂に行けるでしょ。そうだね、うん、家のお風呂だとねやっぱり順番に入ったりってしなきゃいけないけど、うん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 、みんなで一緒にじゃあお風呂行こうって行けるっていうその時間がすごく良かった、そうだったね、うんうん、ほとんど4人で行ったもんね。そう、みんなでタイミング合わせてね、うん、あとお風呂場で会話が生まれる、そのご近所さんたちととかっていうコミュニケーションスペースとしてのお風呂っていうのもすごい、うんうん、あの僕たちの日常にないないね、うん、生活だったよね、うん、だ子供たちはなんかお風呂で同級生と会って、うん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 、ちょっと遊んだりとか、うん、なんかそんなこともね気軽にできちゃうから、うん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 、まあリゾマン生活最初の1ヶ月目だったっていうこともあって、まあ、その辺がすごく新鮮だった、刺激的だった1月でした、うんうんうん、はい、次に子供たちが、まあ、転校したわけだよね、うん、始業式をきっかけに湯沢町の小学校に通わせてもらったんだけども、うんうんうん、まあその辺って妻からしてみたらどうだった、うん、まあ、一番心配したところじゃない君が特にね、うん、下の息子がなんかずっとやっぱり友達ができるかなっていうのをすごい心配してて、うん、始業式とかねうちら同席してもら、うん、させてもらったんだけどあっからさまに不安そうな顔してたから、うんうんうん、ちょっと心配してて、うん、でも翌日から普通に授業が始まって、うん、で登校班で行ってきたんだけど一応ね帰ってくるのをマンションからちょっと外出てこう迎えに行ったんだよね、うん、そしたら友達と普通に帰ってきてその初日にだよね。そう初日に、うんうん、それで帰ってくるなり宿題やってくるって言ってロビーで友達と約束して宿題やりに行って、うん、もう友達できたのみたいな、すごいね早かった、その何そう慣れるのが順応するのがねそうあっという間に友達に、ね、うんうんうん、そうあれはそれがまた一つリゾマンのメリットでもあったんでね、うん、そのあそうだね、あのロビーで宿題できたり遊んだりできるっていう、うん、そういう共有スペースがあったのでなお一層こう友達を作りやすかった環境っていうのがあるかなと思うけども、うんうんうん、まあとにかく僕らが一番懸念していたその人生初の転校、うん、みたいなところで彼女たち彼らが
どういうスタートになるかなっていうところ、そこが予想以上に溶け込んでくれた、うんうん、そうだね。あとなんかクラスの子たちも先生もすごい温かく、あとフレンドリー迎えて、そうフレンドリー、うん、子供たちがなんかね、うん、やっぱり都心に住んでると親はさ、知らない人に話しかけられたら、うん、話しちゃダメよとかそういうふうに警戒しちゃうけど、うん、田舎は全然そういうのないんだよね。なかったね話しかけると、うん、誰のママとかって言ってどんどん話しかけてくれて、うんうんうん、すごいね、なんか警戒心がないのが、あ、すごい田舎ならではの伸び伸びしてるなっていう感じだよね。良さだなと思ってね、うん、知らない大人の人に声かけられたら、うん、ちょっと警戒しなさいみたいなことを俺たちは教育したわけだけども、うん、逆だよ、子供たちから話しかけてくるんだから。そうそうそう、誰のかママとか ね、あとなんでそんなに髪の毛長いの男のくせにとかさガンガン突っ込んでくるんだよね。まあ、とにかく、うん、その最初の障壁がすごく簡単に取れたっていうのが、そうだね、うん、僕らが生活をしていく上で、うん、一気にこう溶け込めた要素の一つだよね。で次に、やっぱね、絶対やらせたかったスキー授業あるじゃない、うんうんうん、スキー授業は僕だけね、ボランティアスタッフという形で授業のお手伝いとかも全部やらせてもらったんで、これがまあやっぱり小学校生活の中で俺は一番、うん、思い出に残る時間だったなと思って、うん、だってさ、学年全員でスキーできるんだぜ、うん、こんなことさ、なかなか経験させてあげられないじゃない、うん、さらに俺が担当するクラスを持つんだよ。そうだね、班を持つんだよで、みんな来いとか言って、はいみたいな感じでついてくるわけ。そう、最後のね最終日、スキーの最後の授業の時は完全に俺が行動を任せてもらえたから、うんうんうん、俺にくっついてくるんだよ、子供たちが、うん、もうこれが可愛くて可愛くてさ俺の湯沢生活で一番やっぱメモリアルだったのはスキー事業を担当させてもらったこと、うん、そして授業が終わった後に3年生の授業なんだけどさ、俺が受け持った班の子供たちが終わった後にさ、すごい楽しかったですって言って、でみんながねハグしてくれたんだよ俺のこと、うん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 、こんなことあるかいなと思ってね、本当にね、すごく一番小学校、生活の中で僕、まあ、俺がね、うんうん、本当に印象に残ったのはそのスキー授業でしたね、うん、これをやらせてあげられたことは本当に良かったね、うんうん、あとなんか先生ともそれですごいさ、距離感縮まったし、そうだね、やっぱり学校に顔を出す機会が増えるので、うん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 、先生たちにも覚えてもらえたし、ね、俺からもコミュニケーションがすごく取りやすくなったので、うんうん、特にさ、3ヶ月しかね、うん、すごく限られた期間の中で学校と関わるのにあたって、うん、そこの、うん、接点がねすごく作れたっていうのはね、やっぱりボランティアやってよかったなと思って、うんね、あと他にボランティアに参加したお父さんお母さんともすごい仲良くなったりとかして、うん、だからいつの間にかいっぱい知り合いできてたよね。そうだね、結果的にはやっぱり自分たちの顔を知ってもらうのに、うん、学校の行事に積極的に参加できたっていうのは、うん、すごくよかったね、うんうん、というわけで、うん、湯沢の小学校は、僕たちが想像した以上に楽しんでもらえた、子どもたちも溶け込んでもらえて、はい、うん、ここに関しては一つも不満はないね。ない、うん、全くない、全くない、うん、もうむしろ感謝しかない。そうだね、うん、もうまた来シーズン行くの子どもたち楽しみにしてるぐらい、うんうん、というわけで小学校に関しては非常に、うまくいったなと思ってます。はい、はい、これが、まあ、湯沢生活の1月でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。